はい、はい、では、千島学説の千島学説第3までいったから第3までいったんで、次はじゃあ第4芸人、あの、はい、前回もちょっとさらっといきましたけど、第4芸人の細胞新生説、はい、サブタイトルがですね、細胞は細胞構造を持たない有機物を持たない有機物から新たに生ずる、うん、なんのこっちゃ。まあ、前回も出てきたのウィルヒョウさんが1859年に細胞病理学っていうのを発表して、細胞は細胞から生まれてくるよって言ったわけや、うんうんうん、でこれがベースになってるわけよ、現代医学の科学の、いやいやそうじゃないと、細胞じゃない、いわゆる無機物、まあ、変な話、意思からネズミが生まれてくるよみたいな話を、そういうことですね、無機質から有機物、何もないところから有機物が生まれてくる、そう、これってすごい、すごいですよね。そう、僕らのイメージは確かに細胞分裂とかだけど、すごい、なんだろう、もうなんだろうな、 SF の世界ですよね。そうね、言っちゃえば、うん、で、まあ言ったら今の現代の常識に真っ向から反するようなことを言っちゃったわけよね、うん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 、で本当に何もない、細胞構造を持たない、無機物から、うん、その有機物がポンと出てくるっていう。ただ赤血球がまあ細胞じゃないと考えて、うん、赤血球から細胞になるというのはすごいんやけども、確かにそうですね、もっとすごい話になってくるんだよ ね、 そういうことですね。面白い、これでも本当に、でも嘘でしょってところから湧いてたりするじゃないですか、いろんなものが湧いてるね今日現代的にはいやそうどっかから入ったんやと、ね、うん、でもなんかその嘘でしょってことよくあるから、これすごくね、僕はあるなと思うんですよね、うんうんうん、じゃあちょっとこれはちょっとさらっと言って第5原理いきましょうか、うん、これ4と5と結局つながってくるんやけども、はい、その細胞新生説がちゃんと認められてくると、いわゆる医療の治療法が全部変わってくる、うん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 、だ細胞分裂やったら悪い細胞どけりゃいいんやって話になるけども、そうですよね、細胞がどんどん生まれてくるんやって言ったら、うん、その大元をちゃんと見ていかなあかんわけよ。そうですね、うん、それがさっきの赤血球とつながるんですけど、 それが第5原理のですね、これ結構千島学説で多分一番有名な腸造血説、うん、赤血球は骨髄で作られるのではなく腸の絨毛で作られる、そうということですよ。まあ、僕らのイメージだと血液は骨髄で作られていてっていう、まあ、そうやって教わってますけど、うん、まあ、そこがもうそもそも違うと、だから血液の病気である白血病とかってなってくると、うん、そうですね、骨髄移植をするわけ、そうですね、っていう話ですけど、 そことはもう全く全然違くて、そう、腸で、腸で作られちゃってるよと、血液が作られてる、あらどういうことっすか。現代の医学科学の世界はどう言われているかでは骨髄で作られていると、うん、でその赤血球 の、 その大元血液の大元の幹細胞というか大元の細胞があると言われてるね、うん、その大元のが分化して細胞分裂で増えていく中で、うん、赤血球になるやつもいれば白血球になるやつもいて、うん、でそれが骨髄で作られたものが血液に出てきて、うん、それぞれ活躍していると、はいはいはい、それが今のね、そう考え方ですね、血液製造工場が骨髄だと、はい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 、じゃあその製造の大元はどっから入ってきてるんやってなってくると、うん、ちょっとよく分からないんだけどそうですね、うん、そこがそもそも腸で作られてると、そう骨髄じゃなくて腸で作られてると、うん、で我々食べ物を食べてその腸の細かい部分で繊毛という部分があるけど、うん、表面積を広くするために言ってる、はい、複雑な構造をしてる、うん、それが繊毛という部分やけど、そこで食べ物は栄養を吸収してると言われてる、はい、これはちゃんと現代学的に言われてる、で栄養吸収するだけで栄養吸収した後にその栄養素で吸収したものが、うん、血液にどんどん生まれ変わっていってますよっていうのがこの縮まるんです。これはもう全然イメージ変わりますね、腸の、そう現代医学ではその腸の専門へ捉えた栄養物とか酸素とかが血液に乗って骨髄に送られて、で細胞分裂を促す栄養補給はしてると、はあ、っていうためにちょっとそのまどろっこしいです、ね、段階踏むんやけど、うん、そんな複雑なんじゃがもうダイレクトに腸でガラッと変わってるよと、はあ、でさっきのこれでももし腸で作られてるとするとさっきの第一原理の赤血球は全ての細胞の母体であるとつながるんですけど、うん、
要はその腸で作られた赤血球が全身を巡り、そう、そしてその赤血球が細胞に変わり、変わり、そして第二原理の、赤血球がまた細胞に変わってからまたそれが血液に戻るっていうところにもつながってきて、そう、またそしてそれが、全身を巡ってると。そう、だからあの食べ物は血となり肉となるって聞いたことある、うん、まさにそれっていうことですね。この食べ物は血となり肉となりは、うん、現代医学的科学的にはちゃんちゃらおかしいんよ。食べ物は栄養素だけ分離して取って、うん、細胞に送り込んでるだけで、はいはい、決して血液にもならなければ細胞にもならないと。なるほど。細胞は細胞からしか分裂しないと増えないから、そうか、増えるためのエネルギー源にはなるけど、うん、決して細胞にはならないよっていう。そうですね、確かに、うん、だから、まあ、まあ各家庭の家の部品にはなるけど、うん、決して家全体にはならないよと、うん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 、けどこの血島化学説になると食べ物がダイレクトに血液に変わり、それが細胞になるから、食べ物選びめっちゃ重要やね。重要っすね。栄養は含まれてるかとか栄養学的な問題じゃないんですよ。食べ物めっちゃ重要で、腸もめちゃくちゃ重要になってきますね。腸もめっちゃ重要。腸がちゃんと吸収して血液作れなければ、そうですね、いい血液にならないもん、ならないし、いい細胞にもならないってことですね。ならないよね。だからそれが結局我々の病気とかがんとかって話になる、うん、そういうことですね。だから病気とかがんの治療しようと思ったら、うん、その病気になってる細胞を見ても仕方なくて、うん、その大元の血液をきれいにしてあげなきゃいけない、うんうんうん、で血液をきれいにするってことは血液を作る腸を健康な状態に仕上げるのが本来の治療です。そういうことですね。そう、あら、これはもう全然変わってきちゃったな。で千島川先生、まあ、面白いのはその葉緑素という食べ物の、例えば野菜とかの中に緑の部分あるやん、うんうん、あれと赤血球の中のヘモグロビンっていうのがあって、うん、ヘモグロビンっていうな、ねうん、酸素を運ぶ役割でしょ、はい、ヘモグロビンっていうのヘモグロビン、はい、ヘモグロビン値が低いと酸欠になるみたいな、はいはいはい、そのヘモの部分の構造とめっちゃ似てんねんて。ほーで、ヘモグロビンとその葉緑赤血球の中の部分がね、うん、と葉緑とかにすごい似てるよ、うん、で構造的にほぼ同じで、真ん中の部分が一個こう鉄にポコッて入れ替わると大体このヘモグロビンの差の要素その部分になるんで、なるんだ。で緑がそこが変わると赤になるね。へえ。じゃあそのあのとんでも論というわけではなくて、とんでも論科学構造的にはあ、まあ、めっちゃ近いよねっていう近いところにあるんですね。そう。で、パッと見は色が緑と赤で全然違うもんやけども、うん、構造的にめっちゃ似てるやん。はい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 。そしたら赤血球の元が葉緑素を材料にしてるって言われても。まあまあありえるよね。そうですね。確かに骨髄って背骨の中ですよね。ここで言われてるのは、はい、骨髄学説で言われてるのは腸管骨って、ね、細長い骨。ほー。あの採取するのは取りやすいとか、いやこんなとこから取ろうと思ったら骨砕くなる。なるほど。だから背骨からいってる、ね、骨髄の中、背骨の方の骨髄をちょっと取ってるけど、背骨の骨ってこうブロック状のがあるだけで、はい、骨髄は ほとんどないの、ちょっとしかないの。はー。で骨髄いっぱい含まれた腸管骨で腕の骨とか足の骨とか長い骨の真ん中空洞の部分に骨髄が入ってる。でもその僕今僕普通に何も知らない状態で聞いたら、うん、骨髄で作られてるより腸で作られてる方がなんか納得できるっすよ。しっくりくる。しっくりくる。骨髄で作られないでしょって感じしますもんね。だって今更けど何でしょみたいな、それはなしって言えないよねっていう雰囲気になってるわけよ。あ、地球は平らでしょっていうのは当たり前の中で、いや地球丸いよって言い出したら、そういうことですよね。おいおい、それもっともやけど、はいはいはい、それ言っちゃあかんやん。だからこれをでも千島さんは全部一応論文にして、うん、ちゃんと発表というか正式に一応そうあれはしてるわけですもんね。ただあの認められてないんですよ、ね、認められちゃってないわけよ。であの決して骨髄で作られたことを千島先生否定してるわけじゃない、うんうんうん、あの骨髄なんか脂肪組織で基本満たされてんねんけど、はい、さっき出てきた組織がまた血液に変わるっていう、うん、可逆性っていう、うん、その原理を考えたら特殊な環境下では骨髄の中に満たされているその脂肪分っていうのも脂肪分が崩れて分解していく中で血液に逆戻りすることがある、はいはい、それ顕微鏡を見ると血液作られてるやんでも見える。だからそのそういうことですね。
そのすごいストレスがかかってるとか腸で、まあ、不自然な状況下では、うん、ありえるってことですよね。骨髄の中で造血もありえる、うん、まあ、造血よりはなんだろう、もう崩れて血液になっちゃう、戻っちゃうんですね。だそういう考え方がないから造血になるわけなっちゃうわけですね、うん、でも生きてる人の腸は見れないですもんね。腸であれ骨髄であれやっぱ見ようと思うと切り出してきて、ね、命から切り離してもう死んだ状態でプレパラートの上に乗せて光を当ててっていうすごい特殊な状況下にしてしまうから、自然な生態っていうのは見れないね。うん、面白いな。けどね、顕微あのね映像はあんねん。ほう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 。白血球がバラバラになってそのバクテリアのような状態に崩れてなっていくっていう、まあ、いわゆる生態の中を映像で撮影したっていう今の技術はできるから、そういうものも見れるんですね。見れる。はあ。それを証明してもなおかつ、いやいやいや地球まだ平らですって言ってる勢力の方が力を持ってるっていうだけなんですよ。ことですね。いやーどうですか千島学説。もうだから医療の在り方全部変わるよね。そうですね。とにかくだから骨髄移植とか骨髄バンクっていうのは全く意味をなさなくなってくるし、うん、それをするのよりもっといいことがあるよっていうのを教えてくれてる。はいはいはい。あとはあの食べ物がすごく大事だよとか。そう。そうですね。腸とかその腸がすごく大事だよっていうところもすごくつながるというか。そう、栄養学の栄養素だけ見るんじゃなくて もっと根本的なものになってくるよね、うん、食べ物の位置づけが分かりやすいですね。だからねこっちの方が僕らの普段の生活で食べ物が大事だなとか思えるというか。そういうことだよ、うんうんうん、はあ。じゃあ第6第7話次回に行きますか。はい、そうです、はい、じゃあここらで一回止めますね。はい、はい。